抽選が多分50人ぐらいですね。自分が25番。で、番長が7台あるんで、もう5分1引き合わっていう感じですね。一桁、一桁。一桁引き合うもう、今日はもうごちそうさまです。よろしくお願いします。さあ。せーちゃっしゅ、これさあ。よろしくお願いします。鏡。鏡。あ、ダメだ。あ、いい。じゃあ、これ。あ、なんか、あ、よし。取れたぜ。おっす。皆さん、おはようございます。みなひろです。さあ、本日はですね、初めてのお邪魔となります。ウエスタン浦安柳通り店様にお邪魔しております。いやー、初めて来ましたよ、ここ。ウエスタン系列さんのお店、結構お邪魔させていただいてるんですけれども、残すこと、あもう完全に頭の中で、サムネイルは初めてのリゼロだったんですけれども、奇跡的にラスニーの鏡着席することができまして、本日鏡実践としていきたいと思います。普段の稼働もダイエット機種メインで打ってるミナヒロなんですけれども、動画ではですね、合計月曜のミナヒロとダブルドリーを合わせると45本近く撮ってるんですけれども、すべてダイエット機種です。すごいです。ある意味、なんかもうね、好きとかいうレベルではなく、ただただ狂ってる大徒教みたいな感じになっておりまして、本日も鏡打ち込んでいきたいと思います。行きましょうか。いつものやつ。マックスベッド、押したまえ。いや、奇跡が起きましたね。取れました鏡。よろしくお願いします。いやー、マジでよかった。もう絶対取れへんと思ってました。ありがとう。分かってます。皆さんの言いたいことは分かってます。もうコメント、全てのコメント読ませていただいておりますので、翼の鏡だいぶ向かい風ですね。鏡大丈夫かなと。でも、それでも打つ理由があるんです、こいつには。スペックがいい。まず1つ。2つ。台数が多い。3つ。面白い人は、マジで小材好きだと思う。人によるんですよ、面白さ。自分は小材好きなんで。でも、強パターン出てるんで、かなり熱い。なんで、鏡はホールに、あっていいんですよ。いろいろもろもろ含めて、スペック、ゲーム性、演出、刺さる人には刺さる。ただまあちょっとメイン機として設定狙っていくのは相当きついですね。で、皆さんの言いたいことももちろん分かります。現に自分はもう番長ゼロばっかり打ってますんで、普段の稼働も当たったよ。37ゲームこれは強中当選ですね。で、まあ、もう免疫としての役割はもう果たせなくなってしまったんですけれども、スマスロ鏡でも、例えばキウイベビー300台規模とかのお店のキウイベビーの日に狙える機種なのかなと思ってます。で、ちょっと悪い番号の人、例えば300人規模の台で400人中、まあ、200番ぐらい引いてしまったと。選べるような番号じゃない時に行動台って空いてるんですよ、お店によってはですよ。で、スペックいいし、店としては結構入れやすいですよ、粗いから。そういう時に持ってこいなんじゃないかなと自分は思いますね。だからホールにあっていい台です、スマソロ鏡は。まあ実は自分、昨日もスマソロ鏡打ってたんですよ、7月7日。で、抽選番号、まあ7月7日なんでめちゃくちゃ人いたしかも周年の日に行ったんで、まあ鏡しか取れませんでしたよね。デフォルト背景、リゾートステージ。基本的にデフォルトなのが夕方ステージのウエスタンなんですよ。
あ、まあ、今日ウエスタンさんで、ね、撮影させていただいてるんですけど、夕方のリゾートなんでレバーオンで AT 復活の可能性もあるし、天国にも期待できる。はい、はい、プレミア、祭り場のプレミア、結構コメントいただくんですよね。おそらく最後に引いた弱チリで刺さってたんでしょう。 6% ぐらい。完璧ですね。で、ナイトクルーズ、とりあえずロケットスタートは決めれそう。出会いくね。左リプレイ、右チェリーの時点で実戦上、前兆中か上乗せ確定で、今これ前兆中じゃないんで上乗せ確定引いてます。ジャックチェリー、さあナイトクルーズ中なんで上乗せ。変わりなさい。変わらない。これは厳しいでしょう、はい、とりあえず10ゲーム乗せれたんで、もうあと10ゲーム乗せよう。ちなみに AT スタート地のナイトクルーズステージの移行はだいたい 20% ですね。まあ上乗せ期待の実践上 90% ですね。ロージル、ミシェルカットイン、じゃあ右押しで。トランクはチャンス目でも、この時点でトランクの可能性がかなり高い。ノージルエクスタシーデメ、トランク30ゲーム以上。あもう弱い。まあ青でも可能性はあるんで。残念。まあ、ジャックチェットトランク行きましたけど、ループの差は取れず。あ、すごいな、リアイ君。ちょっと最近思ったんですよ。あ、コメント欄の方にも書いてくださった方いらっしゃったんですけれども、俺もっと楽しんでたよな。なんか実践データとかいろいろ調べて解説することに夢中になってた自分がいたと思うんですよ。でそれにちょっと皆さんのおかげでようやく気づきました。最初動画デビューした時は確かに実践上のデータもお話ししてたんですけど、それよりもとにかくパチスロを楽しんでたなと思ったので初心に帰りたいと思います。撮影してる日が7月8日ですね。で実は7月11日がちょうど月曜のみなひろという番組で動画デビュー初めてした時の1周年なんですよ。それもあってちょっと初心に帰ろうじゃないかと。実践データも大事ですけど、もっと楽しんでるみなひろを見せていこうということで、楽しみたいと思います。楽しみたいと思います。テンション高いかもしれないですね今日。あらかじめご了承いただけたらと思います。楽しむぞ、頼むぞ。楽しくなるような展開をマジで頼む。そして引こう。やるしかないからもう。さあお芝居ですね。結局天国には飛ばなかったんで仕方ないでしょ。これでおしまい。368枚、110ゲーム走りましたね。いやーこれでもかってぐらい予兆が弱いっすね。これは外れるでしょう。予兆も続いてなさそうなんで、これはもう全て否定されました。めちゃくちゃ。あとりあえずモード移行してほしいぞ。現在197ゲーム。さあ200ゲームでステチェンするのかしないのか、
しない方がいい。もちろん、通常 B ならゾーンが奇数ゲーム数になるので、2役では全長基本的には来ません。なりチェチェしません。まあイレギュラーなパターンはありますけど、ここはもうそのままお昼のステージでそうやって歩いててくれた方がいい。205ゲーム、206、大丈夫、我慢我慢。おーいいね、あ208、最上部最上部、はい、あと2ゲーム我慢すれば勝ち。あーいいね、ここ閉まらなかった俺の勝ち、ありがとうございます。あ終わった200ゲーム、210ゲームです。スチェン浴衣に行ったんで、ハズレからの合格に行ったか、ゾーンのステチェンかどっちかですね。ああもうややこしい。213ゲーム、まあ、おそらく200のゾーンでしょう。なんでチャンスか通常 A の200のゾーンですといった感じですね。277ゲームのチャンス目当選、逆に聞きたいですけど、結構スマスロ鏡の動画、まあ、今続けてきてやってるんですけど、今何が見たいのかなっていうのはちょっと気になります、ね、ぶっちゃけ何が見たいですか。スマスロ鏡多分これからも打つと思うんですよ。皆さんの意見も参考にしつつ、パッと編集の仕方とか変えたいと思ってるんですよ。スマスロ鏡をもし打ったとしたら、どういう解説があって、どういうシーンをメインで見たいか、ちょっとコメント欄によろしくお願いします。集計してちょっと今後の動画作成につなげていきたいなと思っています。ぶっちゃけ自分がもしスマスロ鏡の動画を見るとしたら、バイエティ中のケイシローダンスが見たい。収録する日が7月8日なんですけれども、早めに動画公開できると思いますので、すぐにちょっと集計して参考にさせていただきたいなと思います。よし、とりあえず125ゲーム、ロードバイクの演出全長ですね。125ゲームで全長発生しましたんで、予約引いてないのに全長発生で通常へ否定です。とりあえず最初に当てて、2回目当てて、3回目で通常へ以外を選んでくれたんで、これは高設定競争です。よし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 、いいぞいいぞ。ただ節電以上かでもこれぐらいの挙動はしてくれるんで、まだ安心せずと。さあ300ゲーム、チャンス目、チャンス目引きすぎやろもう12回引いてますよ。 OK、 冗談3人リタイア。一応みんな広調べて外したことないんですよね、冗談3人リタイアは。さあどうだ、しかもまだ、あすごい違和感ですね、はい、まあ、初回青色で発展してるんで、実戦上は本全長確定なんですけど、外してる報告1件だけ来てます。 ありがとうございます。これはもらいました。道中チャンス目と弱地2回引いてますんで、昇格抽選受かっててほしいです。309ゲーム、チャンス目当選。これを死ぬ気で通す。まあボーナスの昇格は基本的には最初の20ゲームはゆっくり打ちます。ちょっとなんかデータカウンターとか見ながら、あ、まあチャンス目とか引けばいいんじゃねーみたいな感じで、よそ見しながら打ちます。あーいいっすねー、まあ、今日は雨ですからね。みんな傘持ってきましたか。まあ梅雨シーズン入っちゃったんで気をつけましょうね皆さん。投資が7本ですね、はい、
で言いながら20ゲーム消化した後、こっから本気死ぬ気でまずアメリカを狙いた前を出すイメージ。アメリカを狙いた前、なんなら脳内では強カットイン、鏡がブイーンっていうカットインをイメージしながら叩く。ブイーン、アメリカを狙いた前。ベル引きすぎやって。うん、オッケー、気持ちいい。で、イメージはダンサーテージ離したときにここに蝶の文字が出るとありがとうございます。プッシュボタンのレインボーイメージ。あダメだいざ出ましたね。どう設定ですか。潜ってる可能性ありますね。 AT がこの時点で、天国の速い前兆か AT の復活パターンかただのガセ、どれかで、これ最終ゲーム一応 USA2 個引いてるんで、ベルナビが出れば完璧。まだ分からん、これベル引いてて AT。 ベルも引いてるし AT も取ってるしって感じです。これ AT です。あー通常 B ですよ、通常 B ですよ。よし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 、あと20ゲームをしよう、死ぬ気で。あーもったいな。これ外れるぞ。いいぞ。いやーどう、いや大丈夫、これはもう天国も引き戻しもないと思います。連長弱すぎる。オッケー、神回避。まあ、オッケーオッケーオッケー、これはもうオッケーです。通常 B ループ、よしよしよし、次通せばいい。もう一回次通してまたボーナス通して20ゲーム合わせすればもう完璧です。任せてください、同じヘマは2回もしません。これ突破せなあかんやろ。通常 B チャンス2回くれたんですけど2回ともさせず、通常時に天国行こうと。90ゲーム天国ボーナス、ですよね。天国とか200のゾーンで当てて、ああよし、チャンス目は最強チェリー、チャンス目。ああありがとうございます、神様、天国神様ありがとうございます。もうあかん、知る漢字1文字3随に10で知る。あ、ここで引いたんでしょうね。いやー多分チャンス目の前兆中にたまたまトランク引いたんだと思います。でられ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 、はい、あー危ねえ危ねえ、とりあえずつなぎました。
朝日からないです。いやー、ガールズカットインがいいですね。ガールズカットインが見たいですね、今日は。最近サマータイムレンダー見終わったんで、ガールズカットインが今日はちょっと見たいですね。最初ちょっと見るのためらってたんですけど、24話ぐらいあったんで、最初見始めたら長くなっちゃうんでちょっと抵抗してたんですけど、いや、いざ見てみたらめちゃめちゃ面白かったんです。でサマータイムレンダーに出てくる牛尾っていうキャラクターがいるんですけれども、その牛尾とミシルがめちゃくちゃ似てるんですよね。マジ兄弟まである。だからガールズカットインが見たい。ただ負け抜けました。あー、もう1ゲーム連チャンス、チャンス目なら確定です。暑いね。まあ弁当じゃない、トランク。どうですか、チャンス目引くのが一番手っ取り早いんで。弱っ。オッケー、チャンス目太陽の演出なのにチャンス目引けで引き戻し成功。ここです。さあ何のプレミアが出るでしょうか。これがエリートの鉄板だと思います。皆さんは、あ、次回予告ですね。これをね、ボーナス揃えた時に見たいんですよね、次次回予告で。ただ、うまかったです。よし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 、とりあえずあまりにも AT 下手くそなんで、ドリームカムザーゲインで何とかしてくれました。あー、続かない。あー、移動してきました。262ゲームからスタート。先ほどまで打ってた台がですね、2100ゲーム回しまして、終了画面が、10分の1高設定スター、直撃なしで、引き戻し3分の0、トランクチャンスは12分の1、弱チェが13分の0で、チャンス目が15分の3、広角2分の1で、モード B1 回だけ。なんか全体的にすごい微妙だったんでやめました。やっぱ続けては良かったんですけど、それよりも根拠のある台が空いたんで、この台が引き戻しと直撃1回ずつ、200ゲーム台で全直来てなかったの気にするんですよね、隣で見てるとき。もしかしたら今通常 B にいるかもしれない。直撃1回、引き戻し1回の台、さっきの台よりも全然こっちの方がいいんで、で移動しました。420ゲーム、チャンス目ボーナス35ゲーム。ウエスタンステージ210ゲーム、チャンス目。あ、トランク当選、210ゲーム。え、熱いやん。トランク当選か、たまたまこの200の前兆、210ゲームから前兆が始まったか、まあ、どちらにせよ当たりです。ややこしい。210ゲームで
トランク引いてます。無演出とかある？はい、大丈夫。チャンスね。これあれですね。あの210ゲームでトランクちょうど引いて激アツの演出来たんですけど、はい、これ10ゲーム、これ11ゲーム目。おそらくあの200のゾーンでたまたま210ゲームから全長スタートするつもりだったんですけど、ちょうどそこでトランク引いちゃったんですよ。だからこうやって強い演出が来てるのかなと思われます。はい、これはもう当たります。ややこしい。で道中トランクトランクチャンス目弱チリって引いてるんで、ボーナスの昇格抽選の可能性はある。247ゲーム、248、210ゲームからちょうど最大の238ゲーム店長でしたね。当たります。たまたまだから210ゲームから全長始まるつもりだったんだけど、強い演出、ちょうどトランクいっちゃったんであんな感じになったと。うわー、終了画面でこうチャンス目当選、投資43本。700続いて、もう自治会予告とか言っとく。1回も今日 USA2 個で当たらんぞ。 10% ももう 10% は10回引けば期待と6割5円。ありがとうございます。始まった気がする。あー 50% 以上触ってレインボーになる可能性あります。よし、ありがとう。もう一丁しょっぱ。まあこんな始まりに過ぎないっすよ。ここからここから。はい、ということで本日の実践レートと収支の方ですね、バンと出しておきます。マイナスの1500枚ちょいですね。30本以上いかれました。まあ、仕方がないんですけどね。たまたま鏡座れただけでもよしとしましょう今日は。くそーくそー、今日はちょっと初心に帰って楽しくやりますとかちょっとガッツポーズしてたんですけれども、結果まあ特に何もなく、唯一1回 50% ループ以上の赤ディスク取ったぐらいで、まあひどい結果でしたね。これアンケートなんですけど、前回アンケート取った時に結局大時計機種何打った方がいいのかというアンケート取った結果、大体番長と鏡五分五分だったんですよ。どうですか、半分ぐらいでいいですかね。鏡と番長ゼロ半々ぐらいで良さそうなのであれば、ちょっと皆さんのコメントを見つつそんな感じで大選びしていこうかなと思います。さらば。さあ本日の出玉紹介していこうかなと思います。まず番長ゼロですね。一番右奥がパンダなりで直撃で4000枚近く出てます。で
カード2がパンダダニ、カド3がパンダダニ2回で、奥カド3もパンダダニ、まあ、結構当たりは多いのかなと思いますね。バッチャドロで鏡はもう結構開いちゃってるんですけど、しっかり粘られてるお客さんは根拠ユイ要素が出てるみたいですね。直撃引き戻し、一応手前のこの角さん、左側の角さんが結構ゴリゴリ挙動してるみたいなんで、当たりはしっかりあるかなと思います。モンハン、モンハン、モンハンいいっすね。カバネリいいんすよね。これもカバネリ綺麗に出てますね。しっかり回数ついてます。このバイオン出てんな、いいな。で北斗、北斗もしっかり角ついてますね。